長い間外を旅していた。西の団地も東の団地もどこにいても誰も生きてはいなかった。まあ、海田の社員は親不孝者でよ、自分の生まれ故郷を捨てて日向を新しい故郷にするつもりだ。ふざけた話だ。私の大事な役目とは何なのです。あなたは行かなくてはいけません。読みの読みの、そしてそこでお母さんに会うのです。松下駆ける、僕の家の便所は組取り式だ。かわいい。翌日になって水槽を買って、エアポンプ、蛍光灯、餌は何食べるかわからないから、いろんな種類を買って魚の飼育が始まったんです。ゆきちゃん、数々の子を産みぬ生まれし子の名は